今日はですね、これからブレイクすること間違いなしというあるものをですね、紹介したいと思います。県内は浜松で今結構盛り上がってるらしいんですよ、はい、ということで今回は辻さんに行ってもらっています。どうぞ。私は今浜松市は魚町に来ています。実はこちらにあるジャンクというお店に夜な夜なたくさんの若者たちが集まってあることに熱中しているらしいんですよね。よいしょ、失礼します。うわ、すごい人ですね。これ満席ですよ。すみません、すみません、はい、皆さんこれ今何なさってるんですか？カタンっていうボードゲームです。カタン。そうなんです、実は若者たちが熱中していたのはカタンというボードゲームだったんです。なんでもこのカタン、ドイツで発売されて以来実に500万セットの売り上げを誇る超人気ゲームらしいんですが、まあ初心者でも熟練した方でも楽しめるところはやっぱりいいと思います。恐れ入ります、すいません、結構ね若い方も多いんですけど、ちなみにおいくつでいらっしゃるんですか？58。カタンをやっててどうですか？楽しいですね、これね。どんなとこが楽しいですか？なんかやっぱりなかなか頭も使えるし、僕たちなちょっと老人には頭の運動にいいですね。Where are you from? Canada. カナダ。Yes. カタンは？ Oh yeah, it's really fun.とまあ若者はもちろんのこと、年配の方、さらには外国の方までね、皆さんかなりハマってるご様子ですね。しかし何が一体そんなに人々を熱中させるんでしょうか。そこで今ご自身もどっぷりハマってるという静岡大学の赤尾助教授にお話を伺いましたよ。一言で言えばですね、知的な遊びだと私は思います。戦略を考える面白さというのがありますけども、また運にも左右されるっていうのはゲームとしてですね、非常にバランスが取れていると思います。さらにですね、プレイヤー同士の間で取引をしたり、いろんなコミュニケーションをする要素っていうのが特徴になってますね、はい、だから普段のコミュニケーションが取れていない人たちとの間で遊ぶっていうのは非常に面白いことじゃないかと思います。何しろ世界大会が開かれているぐらいですから、これからますます盛んになっていくんだと思います。そう、このカタン、今年の10月にはなんとドイツで世界大会も行われているんです。17カ国32人の代表選手が参加しましたこの大会、中には日本人の姿も。そこで、それでは私もちょっとカタンすごくやりたくなっちゃったんで、私も挑戦してみますね。ゲームルールを簡単に説明しますと、プレイヤーは未開の無人島カタン島にやってきた開拓者となって自分の領土を開拓していきます。サイコロを振って鉄、土など5種類の資源カードをゲットし、家、町などポイントとなるものを獲得していきます。一番最初に10ポイント、10ポイントを獲得したものが優勝です。早速プレイを開始した辻リポーターですが、どうやら大当たりに。しかし時間が経過する頃には、ちょっと痛いかも。だいぶ痛いです。そうなんですか。さっきのチャンスカード上がりですよね。あ、ちょっと皆さん上がりました。最初は私もちょっと半信半疑でね、皆さんが夢中になってるのよく分かんなかったんですけど、実際にやってみるともう皆さんがね熱中するのが本当によく分かりましたね。本当面白かったですよ。ということで、これがこのカタン現物ですけど、ね、久保さん浜松ね地元盛り上がってるので、そうなんです。実は私も一回やったことがありまして、辻さんの興奮は非常によくわかりますね。とりあえず私もねゲームってあんまり普段やったことないんですけれども、これは一度ルールね覚えちゃえばね、こんな私でも夢中になって遊べる。こんな私でも。私1時間ぐらいでなんとかね。1時間ぐらいで本当なんとかなって。というもうね本当にどんどんやりたくなりますよ。インターネットのホームページも出てますしね、カタンでちょっと検索してみてください。でご覧の宛先、ごめんなさい、電話番号
していただいて、県内でも取り扱っているお店があるようですのでね、お問い合わせいただきたいと思いますよ。で今回ですね、ご覧の皆さんの中で抽選で10名の方にプレゼントさせていただいちゃいます。宛先郵便番号422-8560、静岡大支店丸ごと X 加担係、締め切りは12月の4日水曜日、必着ですからね、ね、ご応募ください。これでクリスマス盛り上がっていただければと思いますよ。コマーシャルの後はヤンマーの天気予報です。